こんにちは、坂東です。今日はちょっと天気が悪くて雨が降りそうで、はい、職人さん今日作業できないので置き場にいたんですよ、はい、で話しててコンプレッサーの使い方を教えてくれるということでコンテナがあるんですけど会社に、はい、それを2人でまた空いてる時間とかに塗ろうかなと思います、はい、なんで今日は使い方を教わる日ですカメラに収めて、はい、復習のためにも、はい、覚えておきましょう、はい、では行ってみましょう。はい、これをどこにつけるでしょう。どこにつけるでしょう。違うの。あ、こうだ。こう。おお。できた。できた。はい。あ、なんか差し出された。多分ここだな。こうですね。はい。はい。ぽいぽい。したら？一番エンジンかけます。エンジン。いいか。ここに空気が溜まるね。はい。でこの下に丸い何かついてるの。上がります？上がります。丸い何かあります。開けると空気が全部そこから出るのね。はい。でも使うときにこれに溜めなきゃいけないから。閉める。うん。ただエンジンかけるときは開けっぱなしでいい。え？わかる。一回先に抜いとく空にして、はい、そこから溜めるから。これは今開いてるってことですよね。開いてるっていうのはどういう状態ですか。このグラグラ空気が抜ける。エンジンかけたら中に入ってればまだ怖い、うん、で、はい、スイッチこれ、うん、これ倒してください。これを、うん、かかりました、はい、で今抜けてるでしょ、はい、抜けてます。今度閉める。どっちに右に回す、うん。いや、どっちだ。逆でしたね。で、今これ閉めた状態ね、はい、で、エンジンかけると出てこないですよ、はい、これが溜まってる状態で、これここパンパンに空気になるまで待つんですか。もうなくなっちゃうから。へぇ、これを回すんですね、うん、おお。これだと止まる。何まっすぐか。このコースに対してまっすぐにすれば出るから、はい、これ押せば出る。はい、出ました。出ました、はい、この向きが縦とこの横で、はい、この横に広いのと縦に広いのとで変わるから。なるほど。これを自分で決める、はい、でこれがエアの強さの、はい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 、こっち閉めればなるほどなるほど、弱くなるから、閉めは止まるし、はい、ちょっと回せば弱いし、出せば良くなる、はい、出てくる材料のいいんですか、量と量、これがこの幅、幅出てくる、はい、これで調整する。量と幅と空気、空気で、じゃあ開ける、はい、入れます、はい、半分ぐらい。まあそれを満タンにしても何しても10です。ああそうなんですね。で、また閉めます。はい。閉めます。で、エアを調整します。はい。出ます。おお出た。出ます。出ます。出ます。おお。あとは自分のやりやすいように幅とか全部決めて調節して。うん、でこれを縦にすれば。うんうんうん、例えばこれ縦にしていけば、あんま強くすると多分あたふたするから、はい、絶対する。あとなるべくやるときは塗るものに対してまっすぐ、はい、うん、で横もこうじゃなくて手全部動かしてまっすぐ動かす、うん、そうそうそう、おー、うん、楽しい。でその棒とかのとこは入らないじゃん、はい、そういうときは
これを若干横にして、そっち側と、こっちの扉取れれば、中も全部入れる。できるかな。できない、上手に。カーブ難しそうですもんね。難しいですね。あ、いい感じじゃないですか。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、綺麗綺麗。なんか。え、すごい、あんなに、あの、ムラなくできるのすごいですね。でもだって消えないですもん、このムラ。全部均等にすれば消える。均等にできません。しかもこれめっちゃ垂れてるし。こことかね、確かに。いや、難しい。難しい。あんま近すぎてもダメなの。そっか、これぐらいですか。任せるわ。練習だからいいじゃん。やばいな。え、むずすぎる。それだと若干薄いでしょ。薄いですね。そうなったら、はい、もちろん動かすスピードが遅ければその分材料が乗っかるってことでしょ。なるほど。それより強いと今度垂れてくるから。難しい。かっこよかい。全然違います。こことここ。違う違う違う。難しいですね。めっちゃ。そうでもないよ。ただ押すだけじゃん。ビッて垂れちゃったりとか。濃さがめっちゃ難しい、うん、むずい。むずいし、ムラムラ。いや、難しいですね。これ上手な人にしかやってほしくないかも。いいえ、やだ。ムラになったら、あの、雨どいとかめっちゃ簡単そうにやってましたけど、これできないですね。できません。めっちゃ綺麗になっていくですね。やば、女の子ムラも消えるじゃん。消えました。めっちゃ綺麗だった。綺麗なんで笑っちゃう。本当ですか。やった。すごい。こうか。え、うんうん、すごいすごい。マジ感動してます。私本当ですか。はい、なんか感覚掴んでません。掴んでます。はい。笑ってますもんね。すごいですよ。できました。オレンジになりました。できましたね。たたーん。100人バンド誕生。怒られる。今日は一応やり方を教えてもらうだけだったんですけど、はい、一枚塗れました。本当ですよ、はい、すごい。めっちゃオレンジになりましたね。なりましたね。明るい。で次また2人で、はい、お父さんと私2人でこの残りのコンテナ、これですね、はい、こっちも塗っていきます、はい、いきます。塗っていきます。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったです。成田さんもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今回は吹き付けの体験でした。はい。ご視聴ありがとうございました。また頑張ります。バイバイ。バイバイ。